ちは。こんにちは。さあ、12球団全部いきますよ。いや、当然いい。疲れてないですか？大丈夫ですか？いい、全然いい。前回まではだってみんな見てる人は分かんないでしょ、疲れてるから。そうですよね。元気です。から元気じゃないですか？いや、から元気。前回までは、セパの4位のチームまで行ったじゃないですか。さあ、ここから A クラスですよ。来ましたよ。なあ、はい、はい。じゃあ、阪神。どういうのか説明した？昨シーズンの、そうです、昨シーズンの各チームの MVP とこれから期待する選手を今年ね、はい、今年上げましょうということで、はい、セリーグ、はい、阪神です。はい、じゃあまず打者からいきましょうか。はい、MVP 候補糸井。お、糸井選手。でも試合数が足りないんだよね。数字がね、103試合。そうですね、40試合休んでるという。はい、で3割14厘、うん、ホームラン5本。5本っていうのはないだろ。ないですね、寂しいですね。ないね、うん、で出塁率はさすがだね、4割超えてるという、はい、まあ、ここら辺のね、数字を見る限りではいいんだけど試合数が足りなすぎるよね、うん、キャプテン糸原、はい、2割6分7厘、ホームラン2本、はい、打点45、出塁率3割5分3厘、はい、どうなんだって。でも全試合頑張ってるよね。そうなんですよね、だから、まあ、候補の一人ではある。候補の一人ではある。ある。あ、まだじゃあ他にも候補あげる。なかなか打ててないわけよ、阪神は。はい、で、大山、はい、2割5分8厘、はい、ね、これも全試合に出てるんだけど、うん、2割5分8厘、ホームラン14本、はい、4番期待されててだよ、ね、で、76、はい、打点、出塁率が3割1分2厘、ちょっと低いんだよね。だから物足りない、はい、そうですね、何か選手一つずつ何か物足りないで、近本、はい、近本選手、ね、はい、2割7分1厘、うん、ホームラン9本、42打点、出塁率3割1分3厘、盗塁36、はい、よーくルーキーでは頑張ったと、うん、でも出塁率が3割1分3厘、これ1番打ってるわけでしょ、はい、これじゃあ低すぎる。出なきゃで、出たら走れるんだから、はい、でもっとやっぱ選球眼を良くし、うん、やっぱ粘れることを考えないと、うん、で2割7分1に、はい、まあ、近本の素質からするとちょっとやや低すぎる、うん、福留、あ、福留選手、はい、おっさん頑張ったよそうですね、いや頑張ってるよ福留は。そうです、ね、2割5分6厘、はい、ホームラン10本、47打点、うん、出塁率3割4分7厘、はい、存在感だよ。ですよね。あとね、勝負強さ、これは抜きに出てる、はい、うん、だからそういう意味では福留にあげたいけど、はい、でも、うん、104試合ダメ、うん、ちょっとな、もうちょっと、その中で、はい、やっぱ光ったのは、はい、梅ちゃん。あー、梅野選手。梅野が2割6分6厘、はい、9本塁打59打点、うん、ね、129試合、出塁率3割2分6厘、はい、数字的には低いと思うよ、うん、だけどキャッチャーというポジションで2割6分6厘を打って59打点、はい、で骨折がありながら小指の、うん、あ、押して出たという、うん、その気持ちに応えて、はい、梅野、梅ちゃんよく頑張ったと思うよ。うん、そうですよね。なんでプレミア呼んでくれなかったのかなって、ね、思うぐらい、はい、いい選手になってきたよ。ガッツもあるし、はい、だから昨年はもう打者は梅ちゃんでいいんじゃない。あ、もうここはいいですね。ああ、いいと思う、はい、もうこのベテラン連中、うん、糸井福留を抑えて、はい、梅ちゃんでいい。わかりました、ね、さあ、期待する選手なんですけれども、いっぱいいるんだよ、はい、まあ、木浪だとか高山、中谷、はい、北条、はい、いや、もうスター予備軍、いや、そうですよね、いっぱいいるんだよ、はい、だから木浪はやっぱこう守備がもうちょっと上手くなってほしいよね、うん、でバッティングっていうのはそこそこいいんだよ、うん、だけど、まあ、守備がね、ちょっとおぼつかないところがあり、はい、で高山ってさ、六大学の記録を作って入ってきたわけよね、ヤクルトも欲しかったね、真中が買ってあげた、うん、ね、大間違いした、そのぐらい欲しかった選手なわけよそこ真中さんのそれ必要じゃない、必要じゃない、まあ、必要じゃなかったけどそのぐらい各球団欲しかったわけよ。そうですよね。ただやっぱり浜風とか、
ね、左バッターに不利な風がいつも吹いてるという、まあ、ところで苦しんでるのかもわからないけども、だけどあの高山の持ってる能力からするともうレギュラー取らなきゃいけない。中谷っていうのは20本ホームラン打った長打力がものすごく魅力の選手なんだよね。ただ半速球が強いけどまっすぐに弱いというね、ちょっと欠点がある。で北条サードというポジション、ショートのというポジションできる、うん、できるけどやっぱり守備なんだよ。うん、そうなんですね。まあその中から、はい、この4人に期待しちゃおうかな俺。お、初ですよ。一人ではなく、いやいや、もったいない素材だもん。いやもうこの4人は。そうですよ。この4選手が本当だったらね、バリバリ活躍して、うん、いなきゃいけないっていう。まあ、その中でやっぱバッティングの質から言ってやっぱり一番高いポテンシャル持ってるのは高山だと。だから高山が本当ちゃんともうポジション取って、うん、糸井とか福留とか休ませるようにならないとダメだと思う。中谷もそう、はい、ね、誰に期待しようかな決まってない。こっくりさんかなんかで決める。懐かしいですね。10円玉でも持ってきますか。そうですね。いやでも俺は高山のあの高山はね、本当に開花すると首位打者争いするぐらいのポテンシャル持ってるんだよね。はい、では高山、じゃあもうここは高山選手にしましょう。期待する選手は、うん、ちょっと髪型が気に入らないんだよね髪型いやちょっとねこうあの韓流スターみたいになっちゃってる髪型。どういう髪型がいいですか。なんかもうやっぱりこう性感にスカッとしてほしい。スカッと。ゆたらさん現役の時ってでもパーマ当てたりとか。パーマネントを当ててたり。パーマネントの時代ですか。ちょっとおしゃれな感じでしたよね。ソパージュ。ソパージュ。久々に聞きましたね。ソパージュ。そうね、ちょっとじゃあなんかそのあたりも含めてまあちょっとバッテリー期待したいですね。さあピッチャー行きましょう。だからもう阪神まとめは。まだ阪神のピッチャーがいます。ピッチャーいたんだ。ピッチャーいないと試合になりたない、はいね、はい、ピッチャー青柳、はい、9勝9敗、うんね、勝率5割5割じゃダメだな。やっぱ貯金を作ってくれないとね、はい、でも防御率は 3.14 という、はい、ただやっぱ打ってくれないからね阪神の打線が、うん、だからピッチャーっていうのは本当にいいピッチャーいるんだけど苦しむよね。そうですね、うん、で西勇輝、あ、はい、移籍1年目よく頑張ったよね、はい、そうです。防御率が 2.92、まあ、さすがだよ、うんね、26試合投げて10勝8敗、勝率5割5分6厘、はい、でももっとできたなっていう感じがするよね。もっと勝てましたよね西選手の。勝てた、まあ、打ってくれなかったこともあるけどね、はい、あるけど、なんか西の潜在能力っていうのをそのオリックス時代から知っていて、はい、やっぱこうピッチャー有利の球場じゃない、ということはこの成績ではちょっと物足りない、まあ序盤春先点を取ってくれなかったということもありながらね、まあ西に期待したことはもっともっと高いレベルの投球を俺は期待してた、うん、で藤川、お、藤川球児投手、おっさんな子頑張ってますよね。福留選手、いやいや若返ってきてんじゃないかっていうぐらい球いってたよ今年。ああ去年か、去年、逆にそうですね。防御率が 1.77 すごいね、はい、でもう途中で後ろが心もとないから、はい、球児を後ろに回して抑えに持っていったという、はい、そしたらもうまたそこでもやっぱ昔やってただけのことがあるね。安定感が増したよね、はい、うん、だから阪神はやっぱり球児だな。お、ベテランの、いやこの頑張りは俺頭が下がるもん。そうで39歳、うん、まあユニフォームを着てる以上、はい、年齢っていうのは関係ないんだけどね、うん、やっぱり多大なる若手に影響力があると思うよ、うん、投げてる姿を見ると。そうですね、うん、だからまあ、青柳も9勝9敗じゃチームの中の MVP って言えないでしょ。なかなか、じゃあ西にじゃあ藤川さんと僕とっていうふうに言わせたら、うん、藤川さんって多分言うと思うよ。そっか、
まあ、そこには年齢もあるけど ね, ね, そうですね、あるけど、うん、俺はやっぱり球児を選んであげたい。じゃあもうここは藤川球児投手、島翔に向けて、ね、はい、で期待する投手なんですが、まあここは忘れちゃいませんかっていう、うん、この人がまともな働きしたら3位どころじゃなかったでしょっていう藤浪、本当は期待する投手にいちゃいけないですよ。いやそうだよ、うん、もう何か投げ方忘れちゃったのかっていうぐらい、うん、もう上に上がってこなかったけど、だけど今年はやっぱ本来の藤浪の姿、まあ軽く受賞するよね、はい、もうその素質のまんま力を出し切ればね、うん、ただ何かと忘れる、まあ例えば抜け球が治らない、うん、もうそうなったらもう期待どころじゃなくて、うん、もう逆に引退かなっていうふうになる可能性がある。そうですね、あるし、もうトレードで環境を変えてもうやるっていうことも考えなきゃいけないよね、はい、だからそうならないように、俺はやっぱこう藤浪の考え方とか性格とか嫌いじゃないしね、はい、あのなんか本の話で、はい、読書家なんだ、で俺も本読んだりとかするから、はい、その話で一頃盛り上がったことがあるんだけど、あ、そうなんですね。だからすごくなんていうの、こう賢い選手なんで、まあ期待をしたい、そうですね、勝つを願う。なんか真面目だからこそ余計にいろいろ考えすぎちゃってるのかもしれないです ね、精神面でも。何か一つきっかけがあって吹っ切れるといいですね。いや本当だよね。多分あの阪神ファンならず野球ファンが藤浪投手待ってる、待ってますね、うん、だから期待してます、はい、はい。じゃあ阪神は、打者は MVP が梅野選手で、はい、期待するのが高山選手、はい、でピッチャーは MVP が藤川球児投手で、期待するのが藤浪投手になりました、はいはい、続いて、はい、パリーグいきましょう、はい、パリーグは楽天です、はい、まずは野手です、まあ、浅村、はい、まあ、西武から取って、うん、やっぱ中心になったねですね、うん、まあ、打率がちょっと低いけど、はい、463厘、うん、でも33本のホームランに92打点という、まあ、ザ安定だよね、はい、で出塁率が3割7分9、あ、3割7分2厘、全試合に出てるという。素晴らしいなあ、はい、移籍した1年目でな、そうです、それとプレミアの時に、うん、鈴木誠也が打ち取られると、うん、浅村が打ったというね、うん、そこら辺の、やっぱ勝負強さとかも見ていると、あ、いい選手だなと思うよね。はい、で、銀次、はい、3割4厘。ね、5本56打点出塁率が3割7分、うん、ちょっと悪かった時期があったんだけど、なんか浅村に刺激を受けたのかなっていう感じがするし、まあ、ただポジションがなかなか決まらないよね、ファーストだとか、うんうん、だから、まあ、確固たるポジションを取るっていうことがいいのかなっていう、まあ、ファーストに落ち着くのかなと思うかな、うん、なんかそんな感じがするけどね、うん、はい、フラッシュ、はい、これは打つよね、迫力あるよね、ホームラン33、打点90、結構男前だしね、で打点が95、はい、33本、はい、浅村と一緒、はい、スリル率が3割9分7厘、すごい、うん、気に入らないのは、はい、128試合、はい、ちょっとねこうテンション的にガクッと落ちる時があるで、ちょうど札幌ドームに行った時に、なんでクラッシュ使わないのっていうふうに、まあ、平石監督に聞いたことがあるんだけど、ちょっとね、落ちてるんですよ、波が落ちてるの、調子が落ちてるのって、いや、気持ちが落ちてる、だからこう、やっぱりちょっと波があるんじゃないかなっていう、あ、うん、まあ、それで休み使い、休ませ、ちょっと休ませながらとか、うん、まあ、そりゃそうだよね、環境が変わって、それはなかなか難しいと思うけど、まあ、休みながらでもこの成績を残せるわけだからね。これがそうです、本当にフルになったらもっとってことですね。もっともっといい、もっといいよね、うん、でも茂木、はい、やはり8分2厘、ホームラン13本、打点が55、出塁率3割5分8厘、はい、まあ、ショートとすれば、うん、そんなに文句はつけれない、はい、よく頑張ったと思うけど、茂木もね、うん、ちょっと合うんだよね、これも。なんか波があるんですね、波があるんだ、いい時はわーっと行くけど、はい、ちょっと
落ちたらちょっとスランプが長いっていう時がある。この2選手じゃそうなんですね。ブライシス選手2人ともすごくいい人なんですよ、うん、いい人いい選手好青年はいなんだけど、うん、やっぱこう疲れてきちゃうんだろうね。その体もメンタルもメンタルもあ引っ張られていっちゃうんですかね。そうすると、うん、だからなんかこう落ちる時がある、うん、だからその精神的な支柱を考えるとやっぱ浅村になっちゃうかなって思うよね。そうですね、うん、それは成績から見るとブラッシュ、はいね、チームをこう牽引していく若手って言ったらもぎ、うん、だけど浅村の精神的な強さだとか、うん、そういうのを見習ってほしいよね、うんうん、それは確かに浅村もスランプあるよ、うん、落ちる時もでも気持ちで引っ張ろうとするから、うん、落ちてる調子を、はい、何クソっていうような感じで、うん、だからそこら辺は浅村が何見習ってほしい。だから浅村が MVP かな。 MVP 浅村選手、はい、じゃあ期待する選手は田中和樹。はい、俺がさ、はい、一昨年か、はい、半年間ぐらいで18本ホームラン打ったんだよね。スイッチヒッターで足めちゃくちゃ速くてさ、はい、この選手が埋もれてるっていうのはすごくもったいないんだよ。そうですね、一昨年は本当ホームラン18本の打率で2割6分5厘だったのが、昨シーズンの打率が1割88のホームラン考えられない。59試合、うんうん、だいたい半年間でバーッと来た選手って翌年、はい、その波で行くんだけどさ、うん、なんかこう若手が出てきて、はい、ルーキーとかね、うん、出てきてこう出番をなくし、うん、まあ怪我もいろいろあったと思うんだけど、でもこの田中和樹の持ってるポテンシャルっていうのは、うん、このまま埋もれていくのは寂しいぞと、うん、頑張れよと。そうですね、もったいないですよ、うん、ちょっとエールを送らないかなと思ってさ。じゃその意味も込めての期待する選手っていう、もちろんもちろん、ね、はいはいはい、だからもう出たら走れる選手だし、うん、だからこのまま終わっちゃダメだよっていう、はい、ね、はい、期待します、はい、そしてピッチャーなんですけれども、はい、唐島、はい、ね、先発あり長継ぎありってフル回転してたよね、9勝9敗、はい、9勝6敗か、はい、ね、勝率6割、ちょっと防御率がね、そうですね、4点台いくとちょっと悪いっていう感じがするよね、うん、で、ブゼミです、はい、長継ぎで頑張りましたよ。いや、そうですよね、1点台の 1.94、はい、54試合、4勝3敗、ホールドが32、うん、いやいや、楽天のピッチャーってね、結構いいピッチャー、力のあるピッチャーいるんだよ、若手にも、はい、外国人もいい選手持ってくるしね、ですね、 あと森原、はい、俺がまた防御率が 1.97、 いいですね64試合投げて 1.97 だからね、すごい、ホールドが33、はい、素晴らしい。そうですね、楽天のピッチャー、いやいや、どのパ・リーグの選手に聞いても、うん、いや楽天のピッチャーっていいですよっていう、初めてもそうです。いや、ファームもいいっつうの。楽天のファームもいいんですか。すごいですね。来るよ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 。で、なんといっても忘れちゃいけないのが、はい、松井裕樹ね、はい、防御率が 1.94、うん、ね、68試合、はい、セーブが38、うん、まあいいよ、いいですね。でも、うん、MVP は松井裕樹だね、ピッチャー部門でね、はい、だから言いたいのは則本とか岸とかね、はい、まあ則本はクリーニング手術、うん、まあ岸もちょっと故障とか先日離れる時があったけど、この2人に加えてこのピッチャー陣がいる、うん、これがみんなが調子良かったらどうなっちゃうんだろうって思うぐらいピッチャーはいい。そうですね、移転ないですもんね、対戦相手バッターが、だから非常に楽天も期待できますよね。そうですね、はい、で中でもその楽天のピッチャーの中で期待する投手というのは藤井だ。はい、昨年も期待したんだよ、うん、キャンプの時絶好調とか言って確かにいいんだよ、はい、キャンプ、おお、よかったですね、よかった、うん、ふと上げたらなんだっていうような感じだった。まあ若いけどね、まあ21歳、はい、若いけど、これ横浜高校でしょ。そうです、横浜高校です。横浜高校といえば移籍して楽天に入ったのが、うん、先輩の、うん、知らない、ああ、涌井、おお、はい、涌井投手、涌井と結構似てるんだよ。え、タイプが投げ方とタイプ、あ、そう
そしたら来るんじゃないかと思って、やっぱ先輩から教わることっていうのはすごく貴重でね、うん、体験談とかも含めて、うん、いろんなことをアドバイスしてもらえたら、うん、勝てるピッチャーになると思う。うわ、これ若い投手に引っ張られるように言ってくれるといいですね。そう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 、いや、そしたらまたまた楽天、いや、いいんだ。いや、そうですよ、ここにだって涌井投手が入ってくるじゃないですか。そうそうそう、で、岸則本投手が揃ってきて、このね、藤平投手っていうのも若いのも来たら、もっと打てなくなっちゃうんですよ。なんかレベルが高くなってきてるよな、急に。いや、急にというか、野手は鈴木大地があるんだよ。そうですよ、面白いでしょ。いや、面白いですし、行くんじゃないですか。まだ早いだろ。まだ早い、まだ早い、まだ早いんですね。でも楽しみなチームになったというね。そうですね、なってきてるというね。はい、いや、まあ、今年もね、はい、阪神楽天、はい、期待してます、はい。